豚肉が炒まる香りと、エビが炒まるこの香りが皆さんの画面からお届けできないのがとても残念です。私は春巻きを作るとき、この匂いを香りを嗅いだときにすごくスイッチが入ります。すぐ真似したくなる料理講座、ブレインクッキング講師、ブレイントレーナーの吉田あずさと申します。どうぞよろしくお願いいたします。1回目、野菜たっぷりのふわふわサラミ、ささみのサラダはお試しいただけましたでしょうか。前回、の中で、私どもの子供たちに、春巻きが大人気だという話をちらっとさせていただきましたところ、すぐに、春巻きのリクエストをいただきました。なので今回は、春巻きを皆さんにお伝えしていこうと思います。春巻きといえば、皆さん多分からし酢醤油で召し上がるのが定番でいらっしゃるかなと思うんですけども、ちょっと初めての試みとして、トマトソースを、春巻きの具を冷ましている間に、短い時間で作れるトマトソースも今回作ってみましたので、そのトマトソースはボイルしたソーセージやフライドポテトにつけていただきましたら、美味しく召し上がっていただけると思いますので、作り置きをしていただきましたらいいと思います。それと、前回と同じように今回は春巻きを揚げている時の油が弾ける音で、瞑想をしていただこうと、その時間も少しですけども持とうと思っておりますので、どうぞお楽しみになさってください。はい。では、ブレインクッキング、春巻き作り、スタートしましょう。タケノコは小さな短冊切りです。ホールを縦半分にして、縦にスライスして、で、切っていきます。あと、干し椎茸も千切り。豚バラ肉と、エビはちょっと小ぶりのものは丸のまま使って、大きいものは半分に切っております。春雨は軽く茹でて、食べやすいように、また包みやすいように短く切っています。生卵3個。そして、椎茸の戻し汁です。春巻きの皮は、室温に戻してから、このように、炭から丁寧にゆっくり剥がしていってください。今回、この皮を、米粉の皮を使っているんですけども、ちょっと扱いが難しかったです。なので、慣れない方は、普通の春巻きの皮をお勧めします。卵3個に塩少々を入れます。塩を入れてよくかき混ぜますと、もちろん軽く味はつくんですけども、白身と黄身が混ざりやすくなります。フライパンに大さじ2杯ぐらいの油を敷いておいて、温めておきます。卵液を少し落として、チリチリっと焼け始めたら、卵を投入していきましょう。卵を入れましたら、周りが白くなってきますので、周りから混ぜて、いり卵にしていきます。この辺でもう火を止めてしまいます。
あとは余熱で、ポロポロになるまでは炒めないでください。少しふわっとしたぐらいで、ボウルに移しておきます。同じフライパンに、大さじ1杯の油を敷いて豚肉を炒めていきます。よくほぐしながら炒めていきましょう。少し白っぽくなってきましたら、ここで塩コショウを入れて豚肉に下味をつけておきます。豚肉をよく炒めて、生臭みが出ないようにちょっとしっかり炒めておきます。この後にエビが入りますので、豚肉は少しよく炒めておいた方がいいと思います。豚肉が炒まる香りと、エビが炒まるこの香りが皆さんの画面からお届けできないのがとても残念です。私は春巻きを作るとき、この匂いを、香りを嗅いだときにすごくスイッチが入ります。よし作るぞというスイッチが入ります。ちょっと大きめのエビを入れてますと孫たちがとても喜びます。短冊切りのタケノコと千切りのしいたけを入れます。木じゃくしに持ち替えてしっかり炒めていきましょう。鶏ガラスープの素を入れました。水 100cc です。そしてここに椎茸の戻し汁 200cc を入れます。春巻きになかなかうるさい長男が、椎茸の戻し汁を入れた時と入れない時の味が全く違うというふうに教えてくれました。ここで豚肉やエビ、また椎茸やタケノコの出汁が。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。